どうも、徳です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキャッチャー編のちょっと日米の違いで僕がね、お伝えしたいところが一つあるんで、キャッチャーシリーズはちょっといくつかに分けて、日米の違いシリーズをお届けしようかと思うんですが、今日はその中でも構え編、ここについて解説していきたいと思います。日本のキャッチャーの一般的なこのスタイルとメジャーリーガーとかアメリカ人キャッチャーのスタイルの違いで、特にこの構え、このキャッチャーの構えですね。ここについてのちょっとこうスキル面でどうなのかっていうのをね、お話ししていきます。日本ではよく腰を落として構える姿勢が主流ですね。で、僕もまあ現役キャッチャーだったんですけども、特にまあ僕が現役やっていた時は今とはまた違うと思うんですが、その時は特にお尻をしっかり低く下げて、このお尻と地面が近ければ近いほど股関節が柔らかくていいキャッチャーっていう風に言われてましたね。なので僕もできるだけ構える時には股関節をこうストレッチングしながらお尻を下げて下げて、横から見るとしっかりお尻がギューッと下がったような状態で、まあこれでも僕あんまり柔らかい方ではないんですが、ここまで下げてそして低く構えていくと。一方のメジャーリーガーはもちろん低く構えるんですが、その中でできるだけ腰を高く上げてしっかりお尻を上げた状態で頭を下げて低く構えていきます。こういう状態のキャッチング姿勢を取りますね。お尻を上げて捕球姿勢に取っていきます。僕が現役の時はね、指導者の方がメジャーリーガーは股関節が硬いんだと、だからお尻を上げるしかないんだみたいな風に、まあ、教えてくれていたんですが、今どんどんこのキャッチャーのスタイルも腰を高くちょっとずつ上げていくスタイルが日本でも主流になってきて、やっぱりその利点としては動きやすさ、動きのスピードが上がるっていうところがありますね。腰が高い位置にあって、そこからのステップワークだったりとか、ここからのブロッキング入っていった方が、素早く足を動かすことができます。昔は低いボールに対応するためにはお尻が低く下がっていた方がいいって考えられていたんですが、ブロッキング動作もそれからステップワークも必ずここからお尻が上がってブロッキングに入っていくような形、ブロッキングの時にはお尻が上がって、上体が倒れていくような姿勢に入っていくので、こういう状態ではないですよね。しっかりお尻が上がってブロックに入っていくので、そういうところで言うとお尻は捕球姿勢から必ずこの次の動作に移るときに上がるんですよね。この上がる動作を、腰を最初から高くしておくことによって、その動作を省いて素早くスローイングに入っていったり、素早くブロッキングに入っていったりすることができますね。目安としては真ん中の高さに目線を置いて、グラブをその前に置いたところからお尻をクッと上げていくと、この時に頭が上がらないように、こういう状態ではなくて頭をしっかりその高さに保ったままお尻を上げていくと、横から見たらまずしっかりリラックスして真ん中構えたところから目線の高さを変えずにお尻を上げていくと、このような状態で構えができると、次の動作が素早く動かせるんじゃないかなと思いますね。で、今日はもう一つお伝えしたいなと思っていたことがあって、それが右手の位置ですね。こっちのフリーハンドの位置をどこに置くかで全体的な構えも変わってきますし、あとはやっぱりスチールの時、スチールのスローイングをしていく時に大きな違いが出てくるので、まずこの手の位置の違いを解説したいと思います。日本で必ず教わるのは手は背中側ですよね。後ろに回してグラブだけ前に出すと、ファールチップとか来た時に右手に当たらないようにっていうのが一般的だと思います。あとは選手によっては脇に置いたりとか、膝の後ろの方に手を置いたりとかする選手もいますね。僕はここら辺でリラックスして構えたりしていました。ただやっぱりこの後ろに置いとくと、ここからの、ランナーが走った時のスローイング動作で前で握り返する時とか、あとはブロッキングもそうですね。ブロッキングで、しっかり手を前に出していって、このブロック姿勢に入っていく、横でもいいんですよ。横か、ミットの後ろに入れていく時に、この後ろから前に持っていくとやっぱり右手が遅れるんですよね。これによって姿勢のバランスが悪くなってショートバウンドが弾いたりとかしやすいですね。しっかり素早く正面に持っていきたい。そこでメジャーリーガーをね、ぜひ参考にしていただきたいなと思うんですが、メジャーリーガーたちどこに手を置いてるかっていうと、グラブの後ろなんですよ。ミットの後ろに手を置いて、これで構えます。特にランナーが出た時とか、ショートバウンドのボール、ブロッキングの予測をしている時なんかは右手を前に持って構えます。こうすることによって胸が正対、まっすぐ正対して構えることができますね。それからスローイングする時にも素早くグラブに手を持っていくことができます。それからブロッキングに入っていく時も、ここからまっすぐ
落としていけばいいだけなので、これものすごく速いんですよ。でファールチップに関してもこのミットの後ろに手を置いておけば当たることはありません。まず 100% ないですね。どっちにしろメリットしかないんで、僕はねキャッチャーのレッスンの時にはこのミットの後ろに右手を添えるように教えています。横から見るとこういう状態ですね。ミットで構えて、その延長線上の後ろに手をグーにして親指を中に入れてここで構えます。ぜひねキャッチャーの練習をやる際にはまずこの構え、お尻の高さちょっと高くしてみて、ここでのキャッチング練習とか、ここからのブロッキングとか、ここからのスローイング練習とかっていうのをぜひちょっと試してやってみてください。次の一歩がね素早く出やすくなると思いますので、このお尻の高さ、練習してほしいですね。それからもう一つこの右手の位置ですね。これに関しては基本的にメリットの方が大きいので、できればこのグラブの後ろに手を添えるスタイルで、キャッチャー姿勢をとってほしいなと思いますね。これもまたこっからのスローイング練習とか、こっからのブロッキングの練習とかをすることによって、この右腕の動きのスピーディーさに気づけるといいかなと思います。まあ、現場ではいろんなことを常にアップデートしながら教えていらっしゃると思いますが、こういうのもぜひ参考にして、もし今までねこういうプレーを知らなかった選手とか、こういう練習したことがないっていう方はですね、ぜひキャッチャー練習取り入れてみてください。今日ご視聴ありがとうございました。